いいね。可愛いスイカをつけてやってみな。どういう顔するか。その赤いところを皮につけてやる。やだ冷たいにびっくりした。冷たい。五等分って難しいね。五等分難しい。これをまた5等分？これ5等分？よりむずくね？結果としてむずくない？これ5等分。もうこれ3等分、3等分なんかさ、いい？これ3等分にしようよ。だってなんかこう食べたくない？こうじゃん。ああ、でも、え？ね、うん、本当にいいの？思い切りの良さがさ、嫁の良さだから。本人だから切りづらいよね。手が大きくなったらもう6等分で。そうそうできる、ね、絶対なんかサイズが。ちょうだいっていうのかな。そう。食べていいかもしれない。スーパーとかでもさ、この魚の切り身とかさ、あ、これ結構いい感じ、いい感じ、これいい感じやん、うん、ただ、じゃあこれをこう、こうしたところで、で、またこれを5等分どうすんのっていう話ねじゃあ何歳、じっちゃんばあちゃん行こうぜば、じっちゃんばあちゃん食べる朝、朝のデザートで、うん、おら、え、これでちょっと重さ一緒だったらすごくない？これが125。おお、あ、でもちょっと近くない？逆に近くない？素晴らしい。これ近く。なんでやねん。これじいちゃんまちゃん明日朝食べてください。ホッケーじゃないんだからさ。トマトは食べ物じゃないの？トマト好きなんだよ。トマト好きなんだよ。パンチ食べるかもね。あ、嫌がってるね。得体の知れないもん。
嘘、ダメスイカ、スイカいいと思ったんだけどな、もう一回ちょっとつゆ、いやだね。Thank you.